皆さんは、アメーバピグをご存知だろうか。自分のアバターを作り、インターネット上で交流ができるコミュニティサービス、それがアメーバピグ。そこは、可愛いアバターたちが和気あいあいとし、とても微笑ましい空間、になるはずだったのだが。めっちゃ叩かれてきた。怖いよ。何やったんだよ。なぜか、アメーバピグ内で叩かれることになった一致。一体何があったというのか。気持ち悪い顔とパンツ一丁でいたら、ドキュン集団に絡まれて、キモイとか、ネとか言われて今も絡まれ続けてる。ありのままの一致を晒したところ、見事罵倒されてしまった一致。自分のアバターを馬鹿にされるのは、なんとも来るものがある。場所晒せ。俺も加わる。今は部屋にいる。煽りまくれよ。あんなチェー、ペどもに好き放題言わせんな。それが普通のピグやってるガキどもと違うんだ。13さん待ち合わせしてください。叩きに加わるんだけど。とりあえず AB 型の広場に来てください。スルーすればいいんじゃないの？ジャフンと言わせたいの。まだパンイチなの？パンイチだぜ。俺は上半身裸のハゲ。パンイチは一致のアイデンティティである。それをやめてしまっては一致という存在が、アメーバピグ内から消滅することを意味する。そしてこの一致のアイデンティティを守るため、今宵、スレミンたちは立ち上がった。みんなでパンイチで突撃すればいいの？一致の元へ駆けつけようとするスレミンたち。しかし、同時にスレないでは、プロ、のアメーバピグ利用者が姿を現した。アメーバピグクソ楽しい。キモい、エグい。クソアロタ。友達もできるし。これはきつい。今の一致の状況はすでに経験してきたこのスレミン。何を言われようともアイデンティティを守り抜いた男が、スレないに顔を出した。すぐ JS に煽ってもらえるロリコンにはたまらんサイトやで。出てけ。ね。ぶ、ロスぞ。そこに答えがある。一番、キショイ。クソアロタ。かわいそうだからやめろ。ありがとう。久しぶりに泣けるほど笑った。これにはスレないからも好感度が高かった。そしてスレないから姿を消した一致のために、彼は引き続きスレを投下し続ける。アメーバピグの見た目変な奴に対する風当たりの強さは異常。こ、す、バカ。キモい。ね。踊ってんじゃねえよ。顔が変。相手が悪いのか、このスレミンが悪いのか。出会った相手に確定で罵倒され続けるスレミン。ちなみに、彼はただいるだけで相手に何もしていない。もっとないのか。まあ割と。お前嫌い。じゃえ。わらわら。顔面オツ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 。やめろ、くんな。ちょっと楽しそうだなおい。一番下の満面の笑顔にやられた、わらわら。現実世界と同様、アメーバピグ内でも、やはり外見は優先されてしまうのだろうか。ちなみに俺の部屋な。これはひどい、わらわら。わろた。顔見ろっつーの。ねえ。バカじゃね。心なしか、このスレミンはこの状況を楽しんでいるようにすら見える。もしかすると、彼は誰かに構ってほしくて、この格好を始めたのだろうか。これは始めたばっかの時の。キモい、何？声出してわろた。笑いすぎて眠れなくなったじゃねえか。どうやら最初からだったらしい。一昔前のネットみたいな煽り方してくるぜ。うちのレディースの仲間連れて。レディースが押しかけてくるのか。たまらないな。クソウサギ。キモいウサギジジイだー。で、どこがいいの？ありがとうウサギ。個性豊かなアバターが大勢いるアメーバピグだが、このスレミンのアバターはその中でも異彩を放ち、目を引くものがある。腹よじれそ、わらわら。アメーバピグは出会い中ばっかだぜ。ピグ内限定の彼氏、彼女のピグかのピグ彼なるものもいるらしいし。出会い中必勝。ね。可愛い女の子が来ると思っていた出会い中。その願いは一人のスレミンによって儚く砕かれた。そろそろネタ切れだな。ショッカー、ゆるさん。調子、のんな。来ないで。一致不在の中、スレない大いに盛り上げたスレミン。そして、時を見計らい一致が戻ってきた。今から行ってやるよ。来ても何もすることねえぞ、わらわら。じゃあピグ内でキモい格好でリア充の溜まり場に突するオフするか。どこ行けばいい？リア充のとこに突でもする？2チャンネラーのノリの良さを舐めてはいけない。アメーバピグをやっていなかったユーザーも新規参入するほどのオフ会が今開かれようとしていた。ただ存在するだけで罵倒される。それがアメーバピグだ。オラ一致、ピグプロのワニちゃんが助けに行ってやろうか？どけ。今取った。独り占めしないでよ。安定のエグさ。いくらかけてんだ。課金なんてするわけなかろう。アメーバピグは無課金でも十分楽しめるものらしい。こっからどうする？どっか突するか？
場所決めて。渋谷学園の教室にガキどもいるからそこに突しようぜ、わらわら。今来た&いる人は代々木公園20台広場の位置な。満員だったら順番待ちしとけ。予備軍は渋谷学園の1年 A 組にいるぞ。15人待ちとか。どんだけ入りたいんだよ、わらわら。ついに、ロビーに2チャンネラーが突撃する事件が発生する。VIP から来ました。VIP から来ました。なんてな VIP から来ました。ほんと何こいつら。お前らクズすぎ、わらわら。久々に涙流して笑ったわ。イッチ、オツ。お前らいつまでやってんだよ、わろた。久々の様子で。最後までご視聴ありがとうございました。アメーバピグ懐かしいって思った人は、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。